逃げてきたな。動かせる？動かせない。運転できたんだな、主人公。いや、これ無免許の可能性高いよね。まあ、あるね。私たちは機動隊員の方に促され、状況が飲み込めないまま自動車を走らせた。いきなり現れた巨大な宇宙人が街を破壊し、地下では見たこともない生物が人々を襲った。まあ一応宇宙人じゃあ宇宙人か。そうだね。そして宇宙人だよな、あいつらも多分。巨大な生物は何なのか。そこの植物上の生物が、え、あれは強い方の生物なのかね、したらなのかね、ちょっとまだ何も分かんないんだよね。全長3メートルほどの生物ってでかいか。でかいな。あの、でかいか。3メートルってすごいでかいよ。生物でしょ。あのね、1.8 エータぐらいある。いや、ヘビじゃん、ただの。いや、しかも全長だけど横と縦もでかいから。横幅3メートルってことかな、多分ね。それはでけえな。ガンガンエリアに差し掛かっていた。さあ、来そうだね。これ漫画ミッドナイトじゃないですか。多分ここからカーチェイス始まるよ。いきなり来るでしょ。全然車は今のところ動かせないね。だね。これでずっと見るのかな。雨降ってきた。あ、あった。なになになに、逆に早い。待て待て待て。そうそう、操作方法がわからん。ちょ、おっとおっとおっとおってる。ちょっと。はい、車行け。アクセルここだ。いけいけ、止まるんじゃねえぞ。もうアクセルから手を離すな。オッケー、アクセル以外を。なんでなんで。追突、追突は。おまわりさん、おまわりさん、追突ですよ。車やばいことになってるけど。今のあは何これ。襲われてるね。宇宙光線だよね、多分。いや、さっきのこの色はさっきのやつじゃない。植物。いや、あの最初に襲われた。ああ、あのヒルモンか。共栄カメラできない。できない。できないか。ああ、とりあえず落ち着ける場所に行って。逆走？逆走してる。もしかして逆走してる、あなた。鳴き声。モスラ。なんで逆走したんだ。わかんない、わかんない。戻れもう戻れ。いや、すごい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 。あいつのが逆走してる。あいつのが逆走してる。あ、待って待って、これあいつ。ないな。あいつ、俺らのこと狙ってきてやがるな。あの、狙う用のやつだね。当たり屋だね。当たり屋だね、あれ。うわ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 、終わった。何これ、行き止まりだって。ああ、止まってくれた。さすがにさっきのやつやばかったな。すげえ勢いで逆走してきたから、どうやっても一車両をせしめようという感じが出てたね。あいつだよ、あいつ。あ、ああ、なるほど、繋がった。1万円取っただけやん。なあ。完全に燃え出そう。大金を目撃したら追いかけてきた男たちだわ。やっぱモスラだ、やっぱりモスラだ。うわー、モスラはちょっと感動するね。俺モスラ好きなんだよ。モスラは好き。歌まで、世代歌まで覚えてるから。モスラー、そう、いや、モスラー、ドゥンガンカサクヤインドム。覚えてるね。逃げよう。とりあえず逃げよう。どうしていいか全くわからないけど、この子べっぴんさんやな。べっぴんさんや。え、シュワシュワ。まあモスラの鳴き声だね。逃げよう。甘いな、甘いな、鈍いな。人間ごときに今さら。そうだ、やれモスラ。あっちだね。モスラとか今の子知らないんじゃないかな、逆に。知らない子の方が多いでしょ、ほとんど。多いよね、多分。あ、やる気だ。お、お前たち。お、やっぱりそうか。柴田。いや、誰？その頃で会うとはな。藤原さんですか。おうよ。お前たち、
こんなところで何やってんだ。いい車乗ってるね。なあ。お前には関係ない。さっさとどけよ。いいね、この三下ボイス。ねえ。三下が割り込んでくるんじゃねえ。何よ。三下感やばいな。帰ろ、武藤。藤原さん、申し訳ないですが、通してもらえませんかね。私たちは、あなたが絡んでくるようなことはしていませんよ。何言ってやがる。かっけえ。敵を追いかけ回しておいて。おい、そこの。あんたらも突っ立ってないで。逃がしてもらえるんですかね。めちゃくちゃかっこいいんだけど、藤原。自信だろ。かっこつけよ。気持ちはね。かっこつけ方なんかダッセーな。ダサすぎたな今のは。え、いいのみたいな。うっせえ、ガタガタ言ってんじゃねえ。しょうがねえな、相手してやろう。おい、かかってこい。強いんだろうな。こっから藤原さんの操作するみたいになんないのかみたいな。藤原さんの勇姿関わらない方が良さそうね。そりゃそうだわな。逃げよう。モスラも襲ってくんの。モスラって敵だっけ。いや、モスラはあの、あれだよ、あの、暴れてるだけだよ。あ、そういうことですか。たまたまそれが当たってしまってもしょうがないと。そう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 、モスラにあの、恋じゃないから罪には問われない。あー、いけない。あそこからこの中入れる。さては入れそう。こんだけご丁寧にねえ、開ける。コンテナの鍵探しましょう。どっかにあるんだ。誰が持ってんだ。持ってる。諦めない女。このレストランって橋の下層に出入り口があったはずだわ。なるほど。お、あ、立ち撃する。はい、はい、鍵どこでしょうね。あ、なんかある。なんかあるね。あれはでもあれだね。いや、このケースです。ケース。あ、何こった。あー、なるほどね。助けたらなんかくれるんだ。マグロかなんかもらえないのかな。さあ、どこですかね。しかし相棒を見つければいいんだ。まずどうしたどうした。いや、なんか降りれないかなと思って。相棒はでもいないっすよ。こっち側じゃないですよ。あそこに藤原さんがもうやってるんで。左でしょ。あ、これですか、相棒。投げ方はまずいな。あとはその、もうちょい左にいる人か。これか。違うね。ほら、くれ。やった、ありがとう。まあ、いっぱいいっぱいなるわな。燃え広がってはないね。まだいけるね。ここは特に攻撃はされないんですかね。まあ、今はそういう時間だからな。さあ、開け。開いた。何があるんだい。コンテナ取るだけ。まあ、そういうことでしょう。開けて。なんかくれ。え？え？え？何？もういいわ。取るだけか、じゃあ。ピキピン。行こう行こう。このコインを取りたいね。そろそろなんかコスチューム。あー、危ない。ミスター。コントローラーを離していた隙に。今頭をかいていたな。うん。完全にポリポリと。行きたいですよ。行きたいですよ。マジでいきなり来るな。いやいや、やめてくれ、やめてくれ。落ちる落ちる落ちる。待って待って待って。あー、 You dead。 今の落ちんのかよ。さあ行きましょう。ここから襲われるの分かってんだよ。今度は負けない。はい、はい、早いよ。しゃ、え、そんだけでいいの。え、2番でいいの。あ、ここ落ちんの。やばい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 。カメラそっちでいいのか。カメラそっちでいいのか。いや、FPS 試験の方が早く感じるという。なるほど。閉じて。閉じないのか。ミサオちゃん、なぜ入れつけっぱなんだ画面を。え、画面今左のコントローラー画面、これ。あ、これ、いや、つけっぱこれ、閉じれるよ。押してんすか。押し込みで。あ、なるほど。あ、違う、違うやつが来た。違うやつが来た。困ったな。調べるってあって今。
ほい。そこ調べれるね。どこですか？後ろの階段のところの、そこ。なるほど。後ろ後ろ。調べれない。ほら。あ、ここか。これね、落ちてくるね、絶対。あの、落ちるときに。じゃあ、降りるときに。これをパッと落とすという感じじゃないのかい？多分そうじゃないかな。手すり、行け。行け、手すり。落とそう。落とそう。ね。ね。ゆきちゃん。なーにって。おせい。地味な絵だな。綺麗に入ったな。うんしょ、うんしょ。ぐらいの声は欲しかった気持ちは。無言だったな。多分歯食いしばってたんだろうな。あーみたいな。うん。さあこれ間に合う。何？地味。あ、サングラス。あ、めっちゃ、こんななってたけど、ハクション。え、嘘？すげえ多分もらえたよ、コインが。つけて、こっちがやっぱ僕は好きですね。そうだね。ちょっと弱いんですが、あとは、これは何でしょうね、今更ですが。これ読んだら、憧れの警察官。以上。コスプレについてでした。現場から以上です。地味だわ。コインどれくらい貯まったかな。どこで買えるんでしたっけ。あのね、とりあえず鏡があれば髪型を変えれたりするって書いてあった。今所持コインは39って書いてましたね。結構あるね。ここじゃん、鏡思いっきり。女子トイレ、女子トイレ。あ、鏡ね。はい、これもう僕決めてます、どれにするか。え、嘘。どうですか、あなたは。僕はセミロング。正解！正解！正解！よかったです。ああ、一応他のも見とこ、一応。オッケー。あー、いやでもいいなー。あ、これうわあ。これは好みじゃないなー。ああでもいや。これはサングラスと合わないね。やはりこれですよ。でもあのさ、広瀬すずを思い浮かべてもう一回見てみて。広瀬すずだー。本当だ。落ちたな。すげえ広瀬すず。待て、男子トイレに入る広瀬すず見たくないか。あー、マジか。それはちょっと最低だよ。最低か。そうが。ごめん、いや、こんな時だから。こんな非常事態だから。非常事態だから。これぶつかるんじゃない。違う。なんだなんだ。すごい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 。ダメだ。なんか引っ掛けるものがあるとか言った。あ、使えてるな、完全に。じゃあ別の場所があるっぽいですね。うん、こっちですか。あ、こっちか。衝撃与えろ。よいしょ。行こうぜ。すげえ広瀬すず感な。サングラスいらなくないですか。俺もそう思ってたところだ。うん。さあ、こっち。ファイト。ボタン歩け、これ大丈夫。いや普通。ナイス。離すなよ。この子は失っちゃダメだ。あ、よかったー。てか残ってたやつら全員いっちまった。まあそれはいいよ。いいんだ。太陽が凍りついてもこの子と君だけを消えないで。ちなみに何の歌詞。あの、ビーズです。ビーズか。ビーズです。ビーズ。え、待って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 。あれあれ、こんな顔だっけ。あの、鏡で見た時もっと可愛い。待って待って、騙された。なんか顔違うな、思った。鏡で見た時もっとさ、うん、なんかキューティーキューティーじゃないな、キューティーだったような気がするけど、うん、あのまあ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 いいでしょう。これ多分だけど、あの元気な子にしたから顔も違うんじゃない。え、顔変わってくんの、元気な子だと。ありそう。元気じゃん、ほら。確かに元気じゃないとこれはできないね。うん。それどうせこれは民間人に声をかけて何かをもらうゾーンだね。しかしまだは声かけない。ほら、こういうことを言うから。なあ、人は一人で助かるだけだからね。名言だな。どっちだ。あ、あの二人組じゃない。
こっち行きますわ。ほら、行ける？行けるね。あれアイテムだけ集で、あそんなことないか。これもつっかえてない？なんか言った？なんか言われたな。パパパのって聞こえた。パパパの？行ける？行けないのか。一応行ってみよう。ここまで来たんだから。ここまでさせたんだな。なあ。あの、鉄パイプだよな。うん、積んでるね。戻ろっか。なんて悲しい。なんて悲しい事件なんだ。お、事件から一転。びっくりしたぜ。おい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 。おじさんドキッとしちまったよ今。まあ、仕方、あ、今、大丈夫。中身見えたな。今は大丈夫。逆になんか怖いよね。中身空洞だったな。なんなの？この子もな、ゆきちゃんも元気だよな。どこでもついてくるから。あれ、そういえばあの、トロどこ行った？いや、トロはもう。もう助けた？なんかこの後じゃない？いろいろあって、なんか。曲折あってトロと一緒に。そうそう、トロクロは。さあ、声かけましょう。え？いや、修理はいいです。買い取るは気になるな。本当に修理は大丈夫です。え、サングラス高？は？え？なんで？売ろうぜ、売ろうぜ、売ろうぜ。売る？いや、もうサングラス。いや、でもこれ高いものって売らない方がいいんじゃないの？いや、あの、多分だけど、こいつだけ高く買い取ってくれるんだよ。俺にはわかる。売ろう。すまんな、レイバンのサングラスが。レイバン、もっと安いだろ。向こうに人もいるし、通れるのかな、どっかから。ここ行けないのが謎でしたな。観察してみる。あ、これ抜くんだ。ああ。イエス。イエス。さあ行きましょう。行こうぜ。行け、広瀬。名前変えたいな。松原ジュリエ。広瀬すず。広瀬すずに変えたら、うん、絶対いろんなとこからバッシング来る。もっと可愛いもんな。なんか目がちょっと違いましたね。やっぱサングラス売るべきじゃなかったな。サングラスやっぱ重要だった説。メガネ見つけよう。確かに。ちょっと度が強いタイプの。あれ？ええ待って、ええあ、おいおいおい。見なかったことにしよう。怖くなっちゃった今。あいつ宇宙人だろ。あ。地球。話がある。誰？イベリスタービル展望室にて待つ。HO。尾形。星野。お。今の音。オーディ。もういいよ。くそ。なんだってこんな時に。どうかしたんですか？セミロングだな。な。ああ、僕ら電車でこの先にあるイベリスタービルに行こうとしてたんです。桜子。お父さんは無事かな。会いに行けないのは仕方がないけど。結婚の挨拶的な。あ、まんま来たな。さては、お二人は結婚の許可をお父さんにもらいに行くんですね。そうなんです。食い気味に来たね。食い気味だったよね今。そうなんです。うん、言いたかったんだろうな。それでお父さんに彼の仕事のことを知ってもらう。どんな仕事だ。会う約束を。気になるぞ。気になるぞ。あ、どんなお仕事。ありがとう。食い気味に来るね。ゲーム開発者です。まあ確かに。なんか鼻につく男だよこいつは。食い気味に答えるな。なるのはわかるけど。お前だったのか。宣伝してきたな。あれ絶対安全と2じゃなかったっけ。でもそう、トロクロは。ゲーム開発者って不安定なんですか。いや、会社にもよると思うけど、普通の会社員だからね。少なくとも僕は給料はそれなりにもらっている。なんだこいつは。おい、ただディレクターが面白さ優先主義だとか言って。いいのかこんな男と結婚して。かまってちゃんだぞ。ちょっと嫌だね。大変かな。カズヤさん、今は安全な場所に避難しましょう。お父さんもきっと避難してると思う。せや。今日2回食ったってな。認めてもらおうと思ってたのに。お父さんじゃあ何回か拒否してんのか。まあ。こんな構ってちゃんに娘はやらん。お、これはまたモス。
行っちゃった。あの、もし万が一でいいんですが、彼女のお父さんに会ったらそのソフトを渡してくれませんか。イベリスタワービルの展望室で待ち合わせしていたんです。もし会えたらでいいです。名前は中川のりおです。すごい宣伝。水泳だからね。水泳だからね。ゴー。さて、こっちですか。あ、腰がって言ってる、ね、あれ、看護師のこと紹介したら。本当だ。失敗薬もらいに行く。まあ別にこいつのなんかサブイベントが何か重要な可能性もありますから。あるかな。でも服とかくれるならね、欲しいよね。あっ、あっ、ぬついやんだばなぜできない。もう一回さ、あ、これ多分誰かの。わかった、湿布薬届ければこのバイク使っていいよって。なるほど。ただ彼どこ行った。彼女か。彼女反対側だよ。あー、もういいや。ここでバイクは第一弱いでしょ。いや多分これブーンって言って飛ぶんだよ。ああ、待って、勝手にパクれそうだよ。そういうことですか。すみませんな。エロ、すみません。またがるってなってたもん。いいバイクやな、お兄ちゃん。オートバイじゃないって。色めきさせたいな、俺は。これに乗れば上に駆け上がれるかもしれないわ。ただの泥棒だからね、やってること。ゆきちゃんも乗るんだよな。おい、ヘルメットしてないぞ、ヘルメット。うーんとかやって。これでいこう。しっかり捕まってた。不安だけど。ほんと選択肢がバカだわ。どんどんアホの子になってく。ちゃんと勢いつけて駆け上がって。何してんの、何してんだ。もうこんなになってるよ。引いていいぞ。自分たちだけ助かろうとする。当たり前だ。強者が人手なし。ちぃ悪いやん。落ち着きましょう。そんなこと言っても全員は乗れませんよ。彼女たちに託しましょう。海岸に着いたら救助を呼んでください。なんだこの手は。なんだこの手は。頼んだぞ。手のひらくるーだったな。検証になるぞ。めちゃくちゃ返すやん。360度いったよね今。うん。アクセルが×で、まあ、よくわからんからやりながら。アクセルさえわかれば大丈夫。くそ、おっせ。あ、普通だった。遅いな。揺れすぎちゃうか。あ、来そう来そう。安定、軌道安定した。安定したな。あ、あれモスラか。モスラじゃない、あれな、キングギドラだった。あれ何ニラだ。うまい、うまい。姉ちゃんやるやんけ。なんだこれは。じゃーん、ゴー。あいつら全員行っちまったよ。そうだね。いや、これ前か後ろか分かんない。これは完全に後ろなので、悲しいことになりましたね。なんてことだ。パート3フィニッシュ。 See you next. Bye.